生駒市立生駒南中学校は奈良県生駒市萩原町にある公立中学校。1学年数約75人から90人程度、別館の2階には、小玉障害、病気等、勉強上の問題点、人との関わり合いが苦手、勉強観運転についていけない等に該当する生徒のために設けられたクラスを設けている。テスト等は、正式なテスト、 普通の生徒ととは別に先生がサポートに入り込み、受けさせている。その他にも他校との交流会が約2ヶ月に一度ある。高速、制服着用、黒、灰、白色の靴下を履いて陶芸校靴は原則として、白色の靴を履くようになっている。持ってきてはいけないもの、スマートフォン、遠方や迎えが必要な場合に該当する生徒は、朝の会で担任に渡し、 帰宅時返却、現金の持ち込み禁止、電車等の切符代等に扱う生徒は同じく、朝の回収料をご担任に渡して、帰宅時返却、IC カード等も、峠工事の買い物等は、現金、してはいけない行為が発覚した場合の対象。1、一時的投稿禁止。2、反省文を提出。3、最も過激な場合は、0、タバコ、酒飲、タコ屋、 近隣の方とのトラブル、言い争い、暴力を振るう、暴言を頻繁に言うと、学校側から退学届の提出を要求される、遅刻した場合、成績評価を下げる通院関係の遅刻は教師に、電話で伝えておくと成績に影響はない、自主共同実践。ありがとうございます。